はい。では、始めます。今日と、それから来週と、今学期は2回残すだけ。で、フロイトの症例を、このところ論じてきたわけですけども、恐怖症の、ハンス少年、5歳男児の恐怖症の例、それから、18歳の、少女、ドガーの、ヒステリー、それから、もう一つ扱うのが、強迫神経症のケースですね。強迫神経症の症例。で、通称、ネズミ男と呼ばれているわけですけども、この奇妙な名前、ラッテンマンってドイツ語では、言いますけども、で、英語だとそのままラットマンって訳されてますね。で、この奇妙な名前は、彼のその強迫観念の一つを成したネズミ系、に由来しています。それはある残酷な軍事演習の時に、軍事訓練の時に、彼が参加した軍事訓練の時に、ある残酷な大尉が、上官が、みんなの前で、その演習に参加しているより若い兵士たちの前で、ある物語を、面白がらせるためにですね、あるいはその自分自身のサディズムを満足させるために、残酷な、話をした。で、それはある、刑罰の話で、その刑を受ける者は、尻にそのバケツのような容器をかぶせられて、で、その中に、ネズミ、複数のネズミが入れられると。で、ネズミたちは出口を求めて、その刑を受ける受刑者のその肛門に、入り込む。しかもその、噛みちぎってですね、食いちぎりつつ、内臓を食いちぎりつつ、入り込むと。そういう残酷な、これはもちろん現実に行われたことじゃなくて、その残酷な大尉が、自分で空想したか、あるいはそのどっかで、読んできた残酷物語の中に書かれてあったことだろうと思いますけども。で、その残酷な物語をフロイトに語るときに、このネズミ男は、何とも言えない、彼にとって、全く未知のルストに、まさに恍惚としているかのような表情を浮かべながら、ルスト、怪ですね。でも、この場合は、まさにラカのジュイソンスの越という単語を使った方がいいだろうと思うんですけども、彼自身にとって未知であるような越に、その恍惚となった表情を浮かべて、その残酷なネズミ系の話を、フロイトに物語ったと。そういう印象的な場面が論文の初めの方に出てきますね。で、あと、さらに、その、話が、フロイトの分析が進んでいくにつれて明らかになってきますけども、この実はネズミは、患者自身でもあると。そういうところまで、話が進んでいきます。で、ドイツ語のテクストと、それから英語訳と、それから岩波版の日本語訳と、3種類、皆さんダウンロードできるようにリンクをお送りしましたけども、ハンスやドガの症例論文に比べると若干長く、で、そしてしかも、付録としてですね、フロイトが、実際に診察の直後に、書き留めたノートも収録されてますので、ちょっと、2週間というか、準備の1週間のために全部読むのは皆さん難しかったと思いますけども。で、これはフロイトは大体論文なり本なり書くときっていうのは、それが一旦出版されると、下書きは全部廃棄しちゃう、そういう習慣を持ってました。ですから、フロイトの、
マニュスクリプトですね。手稿が残っているのはあまり多くはないんですね。で、この、このウガットゥンマンの書類に関しては、しかし幸いなことに、面接の最初の何回か、をフロイト自身が診察が終わったその日の晩に書き留めた、そのメモが発見されています。まあ、たまたま廃棄されずに、フロイトの死後、その手稿が、ノートが発見されたんですね。で、なぜフロイトがそこまで克明に、診察中のその患者の発言などを書き留めたかというと、フロイトはこの第1回の国際精神分析学会と呼ばれることになる会合で、このまだ治療中であったネズミ男のその治療の進展の様子を参加者にの前で語ったんですね。講演したんですね。この時系列をこの訳者が日本語訳の訳者がまとめてくれてありますけども、ウガットゥンマンが、ウガットゥンマンの本名がエルンスト・ランツァですね。日本語訳の方だと、スペルは書いてないんで、1878年、本名がエルンスト・ランツァーという、人で、1878年生まれ。で、1914年、第一次世界大戦に、まあ、徴兵されたんでしょうね。志願したか徴兵されたかちょっと正確にはわかりませんけども、まあ、士官として、参加して、で、ロシアの、ロシア軍の捕虜になって、まあ、確たることはわかりませんけども、おそらくそのロシア軍によって処刑されたと。戦争捕虜として、あと生かしておいてもらえずに、殺されてしまったと。まあ、いうことになってます。彼のその電気的な、研究をした人たちが書いてるところによると。ドアに関しては、それからハンスに関しても、写真資料が、残ってましたけども、まあ、ハンスに関しては、まあ、大人になってからのものだけですけども、エルンスト・ランツァーに関しては、残念ながら写真は全然残ってないですね。インターネット調べると、全然別人が、エルンスト・ランツァーの写真だとして紹介されている、ことがありますけども、本物の写真はどうも、一枚も残ってないですね。肖像画も残ってないよ。で、そう、で、このネズミ男、ウガットゥンマンの、このフロイトの論文をもとにして、だいぶ昔に BBC が、番組を、テレビ番組を作ったんですね。テレビで、BBC、テレビ局ですから、テレビで放映するための、確か50分間ぐらいの番組を、作っていて、で、私1985年から6年かけて10ヶ月ばかりロンドンに行って、で、タビストクリニック、に留学したんですけども、その時に授業の一つの中で、その番組、見せてもらったことがあるんですね。ビデオに撮ったやつを、見せてもらったことがあって、で、それもしかしてどっかで、手に入らないかと思って調べたんですけども、なんか、ちょっとポルトガル語訳かなんかになっていて、しかも画質もかなり悪い、
録画は見つかったんですが、僕が見たときは多分あれカラー、カラーで放送された番組であったのに、そのインターネットで見つけることができたやつは画質が悪いし、しかも白黒になってたので、あえてまあ、ここでは紹介します。まあ、でも結構、それなりに、見て面白い番組に出来上がってたので、まあ、なんとか、ビデオかなんか手に入らないかと思って、だいぶ調べたんですけども、どうも、販売もされてないみたいですね、残念ながら。まあ、BBC に手紙書いてなんか、あの番組を、もう一度放映してくださいとか、なんかその、DVD かなんかで売り出して販売してくださいと頼んだら、なんか対応してくれるかもしれませんけども、まあ、残念ながらそれは今お見せすることができません。で、まあ、とにかくその、フロイトのところに受信したのは、1907年ですね。29歳の時ですね。1907年の10月1日にフロイトのところに受診してると。治療の期間に関しては、おそらく、インテンシブに、要するに、週に、5日ないし6日ですね、ほぼ毎日、治療していた期間は、おそらく4ヶ月弱ぐらい。でも、その後、そこまで頻繁でなく、さらに、面接は続いて、まあ、フロイト自身は、確か、11ヶ月ぐらいと、書いてありましたかね。で、あと、まあ、もう少し、こう、補足的な面接が行われたところまで含めると、まあ、1年ちょっとぐらいの治療期間、であったということのようです。後から気がつきましたけど、ドアに関しては、フロイトは週6日、面接やってたみたいですね。土曜日までやってたみたいですから。まあ、さすがに毎日、そこまで毎日行くと結構、疲れますけども、まあ、私自身、パリに留学してた間は、週に5日、ジャクラ見れるところに通ってて、まあ、結構しんどいですね、週に5日やると。まあ、それでも、今でもパリでは週に3日ないし4日ぐらい、面接を行うのが、一般的なようです。日本だといわゆるカウンセリングだと週に1回とか2週間に1回とか、ぐらいの頻度でしかないようですけども、それではちょっと精神分析としては不十分っていうのは、精神分析はある意味でその症状、防御として形成されたその症状を、解体していく、壊していく作業ですから、まあ、それに対して、まあ、いわゆるカウンセリングみたいのは、その出来上がっている症状を、まあ、言ってみれば、保存的な治療、まあ、医学でもう進行しちゃった癌なんかのに対する治療のこと、保存的治療に言ったりしますけども、切らないですね。外科的に切除してしまわないで、まあ、そのまま残しておく、そういう治療を保存的治療とか、あるいはその姑息的治療なんて言いますけども、カウンセリングなんかはまさにその姑息的なやり方ですね。姑息なやり方、まあ、悪い意味も込めて姑息なやり方で、まあ、要するにその症状を解体しようとはしないと。それに対して精神分析はその症状を解体しようとしますから、その場合は週に1回とか2週間に1回とかちょこちょこっとこういじくっても何もならないですね。何の効果もない。結局多少揺らいでも、面接の間に多少症状が揺らいでも、結局時間が経てばまた元に戻っちゃいますから、週に1回とか2週間に1回程度の、あるいはそれこそ何ヶ月かに1回ぐらい の, 頻度の面接では、全然治療は進展しない。治療は進展するためにはやはりそれなりの頻度でこう症状に揺さぶりをかける必要があります。である意味でですから、頻繁にやればやるほど、
いうわけですけども、でまあですから私の場合もその留学を終えて、まあしばらく経ってからまあまた、ジャカラミレのところに行ったと、でしかもまあパリに滞在できる期間はそんなに長くはないと、まあ短ければ1週間とか、まあ長くてもせず2週間とか、その程度の期間しかいることができない場合は、ですから1日に複数回面接を持ったりすることもありますね。まあ当然ながらその、週5日行って、で1日のうちに、まあ、2回とか可能であれば3回とか、それだけ頻繁に面接を持つということもします。まあ、羅漢派の場合ですね。で、まあ、そうやって頻繁にこう面接を重ねていくと、より、有効に症状を解体していくことができる。まあ、そういうわけです。で、ですから、このネズミ男の場合も、おそらく週に少なくとも5日、あるいはまあ6日、の面接を、まあ、数ヶ月間、行ったと。で、この、で、問題は、フロイトが、この症例を、その、1907年に治療を始めた、その症例を、その1908年に行われた、第1回国際精神分析学会の会合で、まあ、その、治療の進展具合を、精神分析治療の進展具合を、発表すると。という目的というか、目論みというか、を持ったということですね。ですから、その、この論文そのものが、症例論文が発表されたのは1909年のことで、ですから、その論文としてまとめる前に、その、まあ、弟子たち、弟子にあたるような、参加者の前で、まあ、精神分析というのは、こういうふうに行われて、で、これだけ有効なのだ、治療として有効なのだということを、その証明するために、準備した。で、そのための、発表のための準備が、今というか、フロイトの死後発見された、ノートなわけですね。で、全部の回の、面接、が、克明な記録として残されているわけではない。確か最初の7回ぐらいですね、克明な記録として残されているんですが、最初の1週間ちょいぐらい、の間に関してのみ、かなり克明な記録が残されていて、その後は、まあ、もうちょっと、要約的な、ものだけが残されてますけども、でこのですから今この、強迫神経症の一例についてのその、まあ、見解というか考察として、我々が読むことができるこの論文にはフロイトがどうしてもその精神分析はこれだけ有効なのだということを証明するために、まあ、多少話を持ってるところがあると。我々は、まあ、そういうことは念頭において、読む必要があります。で、あと、それから、まあ、やはり、精神分析で、これだけのことが、わかるのだと。その疾患に関してですね、神経症に関して、あるいはその患者 の、まあ、症状に関して、これだけのことが分かると、理解できるということを、結構、まあ、かなりこじつけ的な説明も、なされてますね。まあそこら辺も多少括弧に入れて割り引いて、読んでいく必要があります。うん、で、
まあ、そうですね、まあ、細部に入る前に、ちょっとその一般的なことを先に述べておきましょうか。で、まあ、我々はとにかくこの精神分析においては、穴から出発するということを散々強調しました。まあ、この話は最も基本的なところなので、何度でも繰り返しますし、まあ、繰り返して繰り返しすぎることはない重要な点なわけですけども、まずとにかくその穴がある。で、この穴を、しかし我々が発見するのは、19世紀になってからなわけですね。この穴はもう、言ってみればその人間が言葉に住まう存在であり始めた時からずっとこの問題になってる穴なわけですけども、で、まあ、人間が一体その言語、言葉を話すようになったのはいつからなのかというのは、まあ、ちょっと今、その正確には分かりませんけども、ですからもうすごい昔からとにかくこの穴は、人間が人間であり始めた時以来ずっと開いてる穴であり、常に問われている穴である。で、しかしその穴は、まあ、どうやら、プラトンあたりで、塞がれてしまったと。あるいは、まあ、もうちょっと、プラトンよりもうちょっと前、からということはできるかもしれませんけども、まあ、紀元前、4世紀とか、まあ、5世紀あたりには、形而上学的なものによって、塞がれてしまった。で、その形而上学的なものによる穴塞ぎが、しかし、その、18世紀終わり、あるいはその19世紀初めあたりのところで、穴塞ぎが崩れてしまったと、もう無効になってしまった。穴塞ぎが無効になってしまったと。で、それによってこの穴が初めて穴として、我々の前に立ち現れてくるようになったと。初めてですか、その時に初めて我々は、こういう穴が、非常に現象的な、最も現象的な穴が、あるのだということに気がついたわけですね。まあ、もちろんそのものとして気がついたわけではないですけども、18世紀の終わりからその19世紀の初めあたりの時点で、どうやらなんか変なものをが、変な穴が、口を開いてきているようだということを人々は予感した。で、その穴を塞いでたものは最も広い意味で存在と言えるものなので、で、ハイデッガーはその存在が塞いでいた穴ということを示すために、この存在を×印で抹消したと。で、ですから我々は今、この穴を抹消された存在の穴と呼ぶことができると。で、抹消された存在の穴を、まあ、もうちょっと、まあ、いかにも用語らしい、哲学用語らしい用語で言うと、すると、その否定存在論的な穴というふうに、まあ、呼ぶことができるだろうと思うわけですけども、で、この否定存在論的な穴が、で、しかもその否定存在論的という名称自体が、もう、形而上学の、その存在論の歴史があって、その形而上学なし存在論が無効になった時に初めて我々はその否定存在論ということを言うことができるわけですけども、まあ、しかし、その、他に呼びようがないので、最も現象的な穴を我々はその否定存在論的な穴と呼んでおくと。
で、その穴は、そのプラトンによって、塞がれる。イデアによって、塞がれる。で、プラトンがこの穴のところにイデアを想定して、穴を塞いだと。で、それ以来、ずっとこの穴は、形而上学的なものによって、あるいはそのイデア的なものによって、塞がれてきたと。で、それに対して、この穴そのものはですね、このイデアによって、向こうへ隠されてしまうわけですね。この紙の、今この図で言えば、この紙の向こう側へ隠されてしまう。この抹消された存在の穴は、今まあこういうふうに分数の分母みたいな位置に書きましたけども、とにかくこのより正確に言うと、この我々からは見えないところへ隠されてしまう。向こう側へ隠されてしまう。で、しかし、完全に隠されて、見えなくなってしまったわけではなくて、その隠された穴を代理する痕跡がこの穴の縁に、生じてくると。で、そしてイデアではない我々にとって、まあその日常的に経験することのできるものが、この穴の領域の外に位置づけられると。で、このイデアそのものはラカンの、マテームでいうとラカンの記号でいうとこの S案と名付けられる。で、これによって我々はその大学の言説の構造を得るわけです。で、これが、ですから穴ふさぎの S 案ですね。で、これがその、S 案によって、向こうへ、彼方へ、押しやられてしまったところの、排斥されてしまったところの穴ですね。で、そしてその穴を代理する、オブジェプティター。で、そして、まあ、イデア的ではないその経験的な、存在事象であるところのエスドゥ、こういう構造が出来上がります。で、これはこの構造の、大学の言説の構造の、まあですからその存在論的な、あるいはその否定存在論的な、捉え方ですね。で、これは認識論的な捉え方もできます。認識論的な捉え方をすると、これが超越論的な自我ですね。カントが問題にしたその認識の可能性の条件としての超越論的な自我である。で、これは経験的な自我ですね。知覚したり認識やら知覚やらにおいて、その、まあ、知覚する、主体ですね。まあ、我々自身ですから、意識とか認識とか、そういったもの。で、これはその、近くなり認識される、その客体。であるいはその、もの、ダスビング。で、この、ダスディングに対して、このエスバレは、ダスディングアンジヒ。
何ですか、認識論的には、まあ、これは通常の我々の意識ですね。通常の意味でいうところの意識だと。で、その、まあ、言ってみれば、可能性の条件、認識する主体の可能性の条件としての、超越論的な我々、トランスセンデンタル意識が、ここに位置づけられると。でそしてこれは、知覚やら認識やらの対象になるものですね。で、カントは、この、しかし、このものはあくまで現象であって、我々はこの das Ding an sich、ものそれ自体を、認識することはできないと、言ってます。ですから、まあ、カント自身、この、ある意味で、この、広松渡るが、四肢的構造と、四つの足の構造と言ってたものを、まあ、捉えてたわけですね。広松渡るっていう人は、もともと関東の研究者でしたから、関東研究者として出発したので、初めからマルクスじゃなかった。彼は世界の四肢的存在構造、四つ足の構造っていう、著作を書いてますけども、それは関東から出発してるわけですね。まあ、認識する主体と、それから認識される客体があるけども、それぞれ、単純に、それだけで、あるわけじゃなくて、認識する主体の方には、その超越論的な可能性の条件があるし、認識されるものの方は、ものそれ自体、によって、まあ、ものそれ自体を言ってみれば、隠し持ってるわけですね。そのものとしては、認識することのできないものそれ自体を隠し持つ限りにおいて、この認識されるものというものは、認識対象になると。まあ、ぜひ、広松渡さんが生きてれば、このラカンの、大学の言説の構造を、彼に、説明してあげたかったんですけども、残念ながら彼は非常に早く死んじゃいましたので、まあ、それは叶うの夢になってしまいましたね。まあ、でも、広松渡の有名な、ですから、この四肢的構造っていうのは、実はラカンの、大学の言説なのですよと。まあ、広松渡るの弟子を辞任している人たちは少なくないはずなので、彼らにぜひこのことを知ってもらいたいと思います。で、この、四つ足構造は、四肢的構造は、さらにそのフロイトの理論においては、この超越論的な我は、フロイトの、超自我ですね。だから、イーバイヒ。で、そして、この、ディングアンジヒに相当するものは、この抹消された主体ですね。抹消された主体は、ダスエス。で、そして、このエスドゥが、ダスギヒ、我ですね。自我ですね。で、このプティッターは、リビドー。の客体ですね。そこにおいて、その、ジュイサンスが、あるいはそのルストが、得られるところの客体ある対象、ね。で、そして、その、強迫神経症と、そのヒステリーも、この構造の中に位置づけられます。で、まあ、非常に大雑把に言うと、ですからその、ヒステリカは、この、こちら側ですね。この、ヒステリカ自身は、オブジェプティターとして、自身を想定すると。で、こちら、強迫神経症者はこちら側ですね。
この長自我との同一化におけるこの自我、これが強迫神経症状と。で、このまあ、ディコトミーといいますか、バイナリーな関係は、男と女の関係と、まあ重ねられます。この場合は男であるとか女であるとかいうのは生物学的な意味ではなくて否定存在論的な意味においてですね、否定存在論的な意味において男であるということはこの S 案との、同一化、がなされているものですね。この男の自我理想としてのこの S 案と同一化しているということが男であることの条件ですね。男であることを規定するものですね。で、女であるということは、しかし女であるというそのポジティブな、ものがあるわけじゃなくて、ポジティブに規定することはできなくて、男ではないと。この同一化、が成立していないということ。で、その、ドイツかな、この男の自我理想としてのこの S 案との同一化が成立していない側にあるものの中から、まあ、女である人も、いわゆる女で、女と言われている人たちもいますし、あるいはそのトランスジェンダーと言われている人たちもいますし、いろいろですね。ですから、女であるということは、その、一概に、例えばここで男の自我理想としての S 案に同一化しているというような形で、ポジティブに規定することができない。で、そのヒステリー者を、ヒステリカを、特徴づけるものは結局何であったか。で、ヒステリカは、まあ、自身はこちら側ですけども、ただヒステリカは、ラカンが指摘していたように、男の立場から、この女であるとは何かということを問うわけですね。ですから、ヒステリカ自身はこちら側だけども、ヒステリカはこっちの方の観点から、女とは何かと、問うと。では、まあ、前にも紹介しましたけども、ラカンは、セミネルの第3巻の1956年3月14日の講義において、まあ、こう、ヒステリカに関して、あるいはそのドラに関して、こう言っています。実際、ドラが行き着くところは、これに他ならない。彼女自身の性別に関する根本的な問い、女であるとはいかなることか。その観点から見ることによって、ドラの二つの夢、先々週と先週と、見た、火事の夢と、それから墓地の夢ですね。ドラの二つの夢を見通すことが可能になる。で、それら二つの夢は、このことによ、このことについてしか語っていない。すなわち、女であるとはいかなることか。で、そしてより特異的に、スペシフィックに、女性の性器はいかなるものであるか。で、さらにこのことを指摘しておこう。我々はこの奇妙な事態に直面している。すなわち、女性が女であるとはいかなることかという問いを、男がそれについて問うのと同様に問うているのだと。これがラカンがドガについて、あるいはそのヒステリカについて言っていることですね。で、女であるとはいかなることか。からその女性の性器はいかなるものであるかというこの問いを我々は、その女のエツ、ラジュリサンスフェミニンはいかなるものであるかと。で、そしてこのいかなるものによっても、ファロスによっても、塞ぐことのできない謎めいた穴は、何なのかと。そのトポロジーはいかなるものなのかと。そういう問いとして捉え直すことができます。で、
この現象的な穴を塞ぐ SN をの、まあ、一つのバリエーションといいますか、あるいはその S1 というのは本質的にパロスである。これ穴を塞ぐものですね。穴を塞ぐものとしてのパロス。まあ、まあ、日本語で時々弾痕と、いう翻訳が使われてますけど、ちょっとあまりに醜い単語なので、醜悪な単語なので、ちょっと弾痕という語はあんまり使いたくないんですけども、プロトの、古い翻訳とか、ラカンの古い翻訳なんかだと、ファロスの弾痕と訳されてますけども、ちょっと、私は訳があまりに醜悪な感じがして、ちょっと使いたくないですね。まあ、とにかくこの穴塞ぎのパロス、でしかしこのパロスは実は本当に穴を塞ぎうるものじゃないわけですね。形而上学的な展望においてはこの穴を塞ぐパロスがあるはずだと、可能なはずだと、見なされていますし、今もまあ見なされ続けていますけども、しかし実は、それは不可能である。この穴塞ぎは不可能だと。で、フロイトの発見を我々はまあそのフロイトは無意識を発見したと、まあ、我々というか一般的にですね、そう言われています。フロイトはどういう人ですかという問いに対して、まあ、教科書的な答えは無意識を発見した人ですと、答えることになる。で我々はもうちょっと補ってその無意識という穴を発見した。まあ発見というか、まあ無意識という穴を、に気がついたと。その、臨床においてですね。神経症者のその臨床において、無意識と彼が名付けた、その穴を発見した、あるいはそれに気がついた人である。というわけですけども、その同じ無意識の発見をもうちょっと別の表現で言うと、こういうことができます。それは、ファロスの意義は虚勢である。 La signification du phallus c'est la castration と、我々は言うことができる。 ですからそのファロス、我々は通常って言いますか、民族学的には、ファロスの意義は、ビタリテですね、生命力とか、フェコンディテ、あるいはその、フェルティリテ、多産性、あるいはその、生殖能力ですね、子供を作ることができる能力と。それだというふうに、見なされています。ですから、その、新石器時代の、巨石文化というのがありますね。大きな、ストーンヘンジに代表されるような、大きな石を、一体どうやって、建てたのかわかんないような、仕方で、直立させると。メンヒアって言われてますね。フランス語だったらミニールという発音になっちゃいますけども、英語ではメンヒア。で、巨石ですね、大きな石をとにかく直立させておくと。で、あれ、まあ、当然ながら歴史的な資料は何も残っていないので、石そのものしか残ってないわけですから、それは一体いかなる意義を有するかということは、まあ、
一義的には我々は決められないですけども、おそらくあれはその、ファロスを表してたんだろうと、まあ、そういう説が一つ可能な説として成り立ちます。ですから新石器時代から、その日本だと、千葉県の印旛郡にある、大鷲神社、ちょっと大鷲とは読まないみたいですけど、まあ、字は大きな鷲と書く大鷲神社に、ファロスの像が飾ってありますね。結構巨大な木像が、ファロスをかたどった木像が、ご神体として飾られてますし、あとそれから川崎でしたかね、川崎でも、なんかファロスをおみこしで担ぐ祭りがあったりしますけども、まあ現代に至るまでファロス、特にイティファロスという、イティファロスと呼ばれる勃起したファロス、ね、これは生命力とそれから生殖力、あるいはその多産性の象徴であると、されるわけですけどもしかしフロイトは全然別のものをファロスの意義として発見した。でそれはカストラシン、虚勢ですね。フロイトが虚勢と呼んだもの、すなわちファロスの欠如の穴ですね。で、まあ先ほどですからその存在の、抹消された存在の穴という言い方をしましたけども、この穴は、ですからその、ファロスの、抹消されたファロスの穴だという言い方をしてもいいわけですね。で、それを、フロイトは、虚勢複合という概念のもとに捉えた。で、ラカンは、記号を用いてその穴を表すときに、抹消されたファロスですから、ファロスをこうやってバツ印で抹消するとか、あるいはその、斜線で抹消するという記号を使ってもよかったわけですし、実際、ほんのちょっとだけ、そういう記号を使って提示しているところもあります。セミネールの第6巻だったか、どこだったか、ちょっと今正確に覚えてませんけども、1950年代終わり の, セミネールの一つで、抹消されたファロスという記号を、提示してることは知ってます、ラカンも。でもそれはあんまり定着しなかったんですね。で、代わりにラカンがこの虚勢の穴を表すときは、小文字のフィ、ファロスのフィに負の記号をくっつけて、マイナスの記号をくっつけて、ルモアンフィと。呼ぶこのマテームですね、記号でこの穴のことを表しています。で、神経症はこの穴を、ファロスの欠如の穴をめぐって、想定される問いであると。神経症というのは基本的に言って、このファロスの欠如の穴に関して問うことに存している。この穴にですから全然気がつかないで、このことに関して何も、問わないでいる人たち。それがまあ、かっこつき、正常者ですね。神経症でない人たちですね。まあ、しかし、現代において、その全くこの穴に気がつかずに、生活している人たちが、かっこつき幸せな人たちがどれほどいるか、は分かりませんし、むしろ今やその COVID-19 というこのコロナウイルスの全世界的な流行という事態の下で、この穴はむしろそのファロスの欠如どころじゃなくて死の穴として、明らかになってしまった。でもこの死の穴が明らかになった時に、まあより、それに関連しうる症状があるとすれば、それは当然その恐怖症でしょうし、
で、恐怖症 にとどまらだけでなく、もっと積極的にこの穴を否認する、フェアロイムネンするために、否認するために、この、ないはずのフェロスを改めてこの想定するという事態が起こります。でこのバツ印をですから取ってしまって、このファロスは絶対確かにここにあるんだと。そういうふうに言い張ることもできると。で、それはもうパラノイアですね。でもまあ日本はこのパラノイアが蔓延していると。日本会議という形で、このファロスの非存在を否認するパラノイアが蔓延しています。で、まあ、ちょっと話がそれてしまいましたから元に戻すと。で、ドラの場合、先ほどラカンは、女であるとはいかなることかと。それから、女性の性器はいかなるものかという問いをドラは問うていたというふうに言ってましたけども、まあ、我々はですから、その、もうちょっと別の言い方といいますか、1970年代のラカンの教えを踏まえて、公式化し直すならば、こういうことができると思います。すなわち、このファロスは不可能である。まあ、それ言い換えれば、性関係はない。性関係はないとすれば、ジュイソンスはいかにして、可能であるのかと。で、そもそもそのジュイソンスとはいかなるものであるのか。このファロスの穴を前にしてですね、この性関係はないがゆえの、このファロスの欠如の穴を前にして、一体、ジュイソンスとは、エツとはいかなるものであり得るのか。でジュイソンスはいかに可能であるのか。その問いをドラは、彼女の父親と、それから、その彼の愛人であるフラウカーとの関係において、問うていたのだと。まあ、我々はそういうことができます。で、ドラーが、このファロスの不可能性の穴に、遭遇したのは、まさにその父親の病気においてですね、肺結核という病気において、あるいはその梅毒という病気において、まさに父親において、この穴に直面させられた。まあ、でも、それはまあですから、彼女の電気的な、まあ、偶然性ですね、父親の病気っていうのは。仮に父親の病気がなくても、もう我々さまざまな仕方で、このファロスの欠如の穴と、出会いうると。で、そのファロスの欠如の穴と出会ったときに、あるいはその性関係はないという穴と出会ったときに、では、ジュイソンスは、とはいかなるものか、あるいはそのジュイソンスはいかにして可能であるのかと。相当。で、その問いは今もかなり一般化してますね。特に女性の間では一般化している。まあ女性、今生きている女性にして、一体女であるとは、どういうことなんだろうと。いうことについて自問する、あるいはその悩む、あるいはそのそういう問いやそういう悩みを抱えていない女性の方がむしろ少ないですよね。女性の中で、女性の大多数は一体女であるとはどういうことなのかという問いに自ら想定して、でそれに悩んでいると、その答えのない問いを問い続けて悩んでいるんですね。そういう悩みを持ってない女性の方がむしろ少ない。で、それに対して、強迫神経症者の方はどうであるのかと。
脅迫神経症者って、まあ、基本的に男ですから、女性の脅迫神経症がないわけじゃないですけども、前にも言ったように、今、まあ、だから、脅迫神経症と言わずに、脅迫障害と、呼ぶことの方が多いですけども、オブセッシブ・コンパルシブ・ディスオーダーという、DSM の表現で呼ぶことが多いですけども、不潔恐怖とか、脅迫洗浄、脅迫的な手洗いですね。まあ、手だけでなく、とにかく汚れたと、見なされるところを、際限なく洗わずにはいられないという、そういう脅迫行動を示す。それは女性でも男性でも、両方、患者さんいますけども、そういったものは神経症というよりはもう精神病の発病を防ぐための、言ってみればその精神病の代理症状だというふうに捉える方が、いいだろうと思います。で、そういったケースを除くと脅迫神経症者は大多数、男ですね。で、男であるということは、この、男であることを規定する男のその、自我理想ですね。自我理想としてのこのファロスと同一化していると。で、この自我理想としてのファロスっていうのは、先ほどもこの、これ要するにラカンが S1 と呼んだものだと。で、これですから、超自我ですね。で、まあ、フェミニストの中にはその、女であることが非常に社会において不利であり、女であるがゆえに性暴力の対象になったり、セクシュアルハラスメントの対象になったりして、非常に生きづらい、まあ、男であった方がよっぽど生きやすいだろうと。そのようなことを言う人もいますけども、しかし男であることもそんなに、容易なことではないと、そんなに苦痛がないわけではないですね。で、男は男なりのその悩みがあって、それはどういうことに損しているかっていうと、この、自我理想としてのこのファロス、あるいはその超自我によって絶えず、その実行不可能の達成不可能な、命令、を与えられていると。で、それはどういう命令かというと、ラカンはまあそのこう表現してますね。エツセヨ、ジュイ、これまあ、ファロスが実際にあるんなら、まあ、それは、まあ大人になって、そのお父さんと同じようなファロスを、お父さんのファロスと同じようなファロスを持つことができれば、まあ、確かにこのエツセヨとジュイという命令は、遂行することができると。しかし実際にはこのファロスっていうのは不可能なわけですね。この男の自我理想として想定されているファロスってのはただのまがいものに過ぎない。いくらこれと同一化したところで、
実際にはその性関係が実現可能になるわけじゃない。でもですからこの越せよという命令は、これまでですか絶対的な無条件な命令なので、カントの表現に倣ってアンペラティフカテゴリックと提言命令という言い方をしますけども、ラカンが越せよという提言命令という表現を使ってますけども、無条件な命令ですね。何々の場合は何々せよと、しかじかの場合は、こうこうせよと、そういう条件がついている命令じゃないんですね。全く条件なしの、越せよという単純な命令、提言命令ですね。アンペラティフカテゴリックと言いますけども、この命令はしかしこのファロスが不可能なわけですから、本当には不可能なので、遂行できないわけですね。文字通りにこの命令を成就することはできない。にもかかわらず、この越せよという命令は、止むことはないわけですね。常に男である者はこの命令にさらされていると。でしかし、このそれは遂行することでできないわけですから、じゃあどういうことが可能かというと、まあそれに従うふりをするということですね。本当に従って実行することは、その命令を実行することはできないので、従うふりをすると。一つは従うふりをする。でもう一つは、まあ抵抗する。その命令を実行することに抵抗する。で、この、愛に反するこの二つの側面を男は常に抱え込んでいます。実行することが不可能な命令に従うふりをすると。一方では従うふりをする。他方では抵抗する。で、いかにその、まあ、愛反するその二つの態度を取り続けるかと。これがですから強迫神経症者の問題ですね。越せよというこの提言命令に従うふりをしつつ、しかし実際にはそれを実行することを回避する、避ける。で、その、越せよという提言命令を、避け続ける。その命令を実行することを先延ばしにするという事態を、プロクラスティナスヒオンと言いますね。で、この越せよというその提言命令の実行を、先延ばしにしたこのプロクラスティナシオンの例としてラカンが挙げているのが、ハムレットですね。シェイクスピアのハムレット。まあもちろん実在する人物じゃなくて、架空の人物なわけですけども、フィクショナルな人物ですけども、うん、ハムレットは一体、どういう人物であるかというと、その自分の父親を殺されて、しかもその、おじにですね、その自分の父親の弟に殺されたと。で、そのハムレットの父を殺したそのハムレットのおじはハムレットの母親と結婚する。で、ハムレットは、ある時、その父の亡霊と出会うと。
で、そしてその亡霊は、自分の弟ですね、そのハムレットの叔父を、殺せと命令すると。で、ただし、自分の妻であった女は、まあ殺さないで、許してやれと、言うと。で、そういう命令を、ですからハムレットは話の冒頭で、父の亡霊から受けるわけですけども、しかし、その命令を実行できない。その命令の実行をどん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 先延ばしするわけですね。それがこの、プロクラスティナシオンですね。でもそれはもちろん戯曲、シェイクスピアがそのハムレットという戯曲を作るときに、当然ながら、ある程度の長さの戯曲を作らなきゃいけないんで、もうすぐに、殺せと命令されて、ハムレットがすぐに、叔父を殺しちゃったんじゃ、話にならないので、まあそういう意味もあって、それはまあもちろんその劇作の必然性ですけども、まあしかし、そのいかにして、その命令の実行を先延ばしにするかというところが、まあ、ハムレットという戯曲の面白いところですね。で、まあ、途中でですから、To be or not to be って一番、文学史上でも最も有名なセリフが出てきたりしますけども。で、ハムレットの場合、そのプロクラスティナシオンを彼はいかにして克服したかっていうと、それは彼の、恋人であるオフィリアが、まあ、自殺したというべきか、あるいはその、事故死したというべきか、ちょっと微妙ですけども、オフィリアはとにかく、まあ、発狂してしまって、そして、まあ、花を摘んでるうちに川へ落ちてしまって、まあ、亡くなってしまった。で、オフィリアをのという名前の中に、ラカンはファロスを読み取りますね。オフィリアっていう、このところにファロスを読み取ると。要するにこのファロスが、オフィリアの死というのはこのファロスの末梢に相当する。で、このオフィリアの死によって開いたこの死の穴ですね、この否定存在論的な穴。それによって、このハムレットは、このプロクラスティナシオンから解放されて、一気にクライマックスへと劇は進展していく。つまりハムレットがこの死の穴そのものとなって、言ってみればこの死の穴と、を体現して、その最後、そのおじと、それから、まあ、まあ、話のついでにって言ったらちょっと悪いですけども、オフィリアの兄と、まあ、決闘することになるわけですけども、その決闘において相手が仕掛けた罠を、まあ、結果的にうまく利用することによって、決闘相手であったそのオフィリアの兄と、それから、自分の叔父とを、剣で、刺し殺すことに成功する。で、まあ、ハムレットの母親に関しては、ハムレットの父は、まあ、彼女のことは助けてやれと言ったわけですけども、まあでも、彼女自身が毒が入っているということを知らずに杯を飲んで、まあ、死んでしまうと。まあそういうふうに悲劇は、終わるわけですけども、皮肉なことにですから、この、
ハムレットの場合、この越せよという命令は、父の亡霊がハムレットに与えた、殺せという命令だったわけです。要するに死の命令ですね。死の実行の命令だったわけですけども、その命令を言ってみれば象徴しているこのオフィリア、ファロスの死によって、言ってみればこの命令を与えていたこの亡霊という、その死の亡霊というこの三部がですね、仮称が、それによって除去されることを、除去されたと。その時に初めてハムレットはこの穴そのものとを引き受けることができることになる。で、それが起こらない限り、ハムレットはその命令に従うふりをしつつ、その命令を実行しない、その命令の実行に対して抵抗するというどっちつかずの態度をずっと続けるわけです。ところがまさに脅迫神経症的な、ハムレットの脅迫神経症的なところだというふうにラカンは指摘しています。で、この越せよという命令に従うふりをしつつ、しかしその命令の実行を回避するというこの相反する側面がネズミ男においても読み取れます。まあ、そのことは来週、時間の余裕があれば詳しく見ていきたいと思いますけども。で、ラカンは、今日はとりあえずその一般的なことを先に述べておくと、セミネールの第4巻の、1956年から57年に行われたセミネールの第4巻、対象関係、ラ・フラシオン・ドブジェというタイトルがついている、このセミネールの、第2回目の講義ですね。1956年11月28日に行われた講義において、脅迫神経症者に関して、こう言ってます。そうですね、そこの部分、フランス語も一応読むと、今日ちょっとパワーポイントにしておこうと思ったんですけど、ちょっと時間がなくて用意できなかったので、来週そのパワーポイントを提示しますけども、こう言ってます。Qu'est-ce qu'un obsessionnel?C'est en somme un acteur qui joue son rôle et assure un certain nombre d'actes comme s'il était mort. Le jeu auquel il se livre est une façon de se mettre à l'abri de la mort. C'est un jeu vivant qui consiste à montrer qu'il est invulnérable. À cette fin, il s'exerce un domptage qui conditionne toutes ses approches à autrui.On le voit dans une sorte d'exhibition pour montrer jusqu'où il peut aller dans l'exercice qui a tous les caractères d'un jeu, y compris ses caractères illusoires, c'est-à-dire jusqu'où peut aller autrui. Le petit autre, qui n'est que son alter ego, le double de lui-même, et ceci devant un autre,ここでは大文字のアで書かれてますけども、でもラカン自身は大文字のアで書くべきただとは言ってないので、大文字のアで書いたのはジャッカラミレルの判断だと思いますけども、ceci devant un autre qui assiste au spectacle dans lequel il est lui-même spectateur, car tout son plaisir du jeu et sa possibilité résident là.Par contre, il ne sait pas quelle place il occupe. Et c'est ce qu'il y a d'inconscient chez lui.
ce qu'il fait à des fins d'alibi. Cela, il peut l'entrevoir. Et il se rend bien compte que le jeu ne se joue pas là où il est. Et c'est pour cela que presque rien de ce qui se passe n'a produit de véritable importance. Mais cela ne veut pas dire qu'il sache d'où il voit tout cela. Et en fin de compte, qui est-ce qui mène le jeu? このラカンの話も、その大学の言説の構造との関連において、我々は読み解くことができる。まあ、今の部分の日本語訳、強迫神経症者とは何かと、強迫神経症者とはつまるところ次のような役者である、俳優ですね、役者である、どういう役者かというと、あたかも死んでいるかのように役を演じ、いくつかの行為を確実に行う役者である、とあたかも死んでいるかのように、Comme s'il était mort. で、彼が身を投ずる演技、あるいはまあ遊戯、ジュという単語は、戯曲とかあの演技という意味もありますし、それからあのプレイ、英語のプレイ、まあ、英語で、あのフランス語のジュはあの英語のプレイに相当しますけども、英語においてもあの戯曲という意味もありますし、それから遊びですね、遊戯という意味も両方ありますけども、彼が身を投ずる演技、あるいはその遊戯は、死から身を守る一つの仕方である。で、それは、そこにおいて彼は不死身であることを見せることに損する生きた演技、あるいはその遊戯である。で、その目的のために彼は、一種の調教、ドンタージュという単語が使われてましたけども、要するにあのドンタージュというのは猛獣みたいなものを飼いならす訓練によって調教する、ね、サーカスでライオンなんかを調教して手なずけて飼いならしていろいろと演技させるわけですけども、そういう時に使う単語ですね、ドンタージュ。獰猛なものを、要するに本来だったらば、逆らって、危険である、逆らってきたり、その危険であったりするものを、飼いならして、手なずけると、そのようなドンタジ、一種のドンタジ、一種の調教の訓練をするのだと。で、そのようなそのドンタジュ、調教、あるいはその飼いならしは、強迫神経症者の他者へのアプローチすべてを条件づけている。で、そのようなその調教の訓練において、あるいはその練習において、彼はどこまで、行くことができるか。どこまで行くことができるかというのは、要するに、どれくらいすごいことができるかですね。どれほどすごいところまで、行くことができるか。どれほど見事な、ところまで行くことができるのかを、強迫神経症者は見せると。その見せるための一種の見せびらかし、あるいはそのひけらかしですね。ここではラカンは、エグゼビシオンという表現を使ってますけども、このエグゼビシオンという単語は露出という意味にもなりますね。覗きと露出の正当作における覗きと露出におけるその露出ですね、自分の性器をさらけ出す、これネズミ男の症例論文の中にもネズミ男がまあ他の人の前で実際に露出を行ったわけではないですけども、でも鏡の前で、その自分の性器をさらけ出すというエピソードが語られてますね。でしかもそれは死んだ父親に対して、死んだ父親の亡霊、それこそ死んだ父親の亡霊ですね。もうハムレットにおいても死んだ父親の亡霊が出てきましたけども、
ネズミ男においても死んだ父親の亡霊にその見せるわけですね。見せる。まあそのネズミ男のそのエピソードにおいては、自分の性器を見せると。ペニスを見せると。という場面がありますけども。まあ、まあ、それはまた来週、もうちょっと立ち入りますけども。まあ、どこまで、どれくらいすごいことができるかを、その見せるための一種の見せびらかし、ひけらかし、露出を、その強迫神経症者がしているのを我々は見ることができると。で、そのエクゼクシス、その訓練、あるいはその練習は、遊戯、あるいはその演技の特徴すべてを持っていると。で、ただし、この演技、あるいはその遊戯の特徴の中には、イリズワール、イリズワールなキャラクターがイリズワールをも含まれている。このイリズワークっていう単語はちょっと訳しにくいですけども、イリジオンっていうのは、錯覚とか、まあ、幻想とか、いう訳が、辞書的にはついてますけども、まあ、要するに本当のことじゃないっていうことですね。劇っていうのは、演劇っていうのは当然ながら、本当のことじゃなくて、演劇においては当然ながら、ハムレットが自分の叔父を、刺し殺したとしても、それは実際に殺してるわけじゃなくて、あくまで演技なわけですけども、そういう意味での本当のことではないという特徴も含めてと。そういう演技の特徴すべてを持っている。すなわち、他者、この場合は、プティッタ、小文字で書かれる他者ですね。この王と。ラカンが初めてこの小文字のアという記号を提示したのは、このオートルのアとしてだったわけですけども、小文字で書かれるオートルですね。でこの他者は、どこまで、行くことができるかと、すなわち、どれほどすごいところまで、どれほど見事なところまで行くことができるのか、どれほどすごいことをすることができるのか。で、しかしこの他者は、強迫神経症者の、アルターエゴに他ならない。アルターエゴっていうのは、要するに彼自身ですね。これ、強迫神経症者の、自我はこっちですね。で、この強迫神経症者とこの他者の関係っていうのは、イマジネーロ、いわゆるイマジネーロの関係なわけですけども、この他者はしかし、強迫神経症者自身に他ならない。っていうのも、まあ、ですから、強迫神経症者の存在そのものはこのエスバレなわけですから、存在あるいはその主体ですね、はエスバレであって、このプティッターっていうのは、それを代理するものですね。この強迫神経症者の主体の代理なわけですから、まさにそのアルタエゴなわけですね。彼自身の分身。で、このまあ、ですから、強迫神経症者の自我と、それから他者とは、まあ、いろいろと、演技的なやり取りをするわけですけども、要するに見せ物ですね。見せ物を、演じていくわけになる、演じていくわけですけども、で、その、演劇が、演技が展開されていくのは、大文字の他の前ですね。グラントートル。で、この場合のグラントートルは、この S1 に相当します。で、このあたりが、ラカンを読むときの、特に1950年代のラカンを読むときの困難ですね。我々にとってラカンを読むときに、非常に理解に苦しむ、ことになる、その原因の一つなんですけども、一体ラカンがこの大文字の他と
グラントータルという時に一体それは何なのかと一義的には答えられないですね。要するに、シニフィアンの方向、トレゾールデュシニフィアンという時にはこのオートクはそう定義されたシニフィアンの方向として定義された大文字のタワーは実はこのエズドゥの方に相当しますし、しかしこの1956年11月28日の講義においてラカンが大文字のタと言っているときはこれは実はこの、長字眼に相当する S1 ですねのことを指している、でまあとにかくこの脅迫神経症者の自我とそれからプティトートの、によって展開される演劇を見てるのはこの大文字の他 S 案としてのこの大文字の他の座から見ているというわけですね。で、でこの大文字の他はですから観客なわけですね。スペクタテル、この演劇を、展開される目の前で展開される演劇を見ている人ですね。でその演劇の回、まあ、ラカンはここでは、プレジーという表現を使ってますけども、まあ、このプレジーは、11サンスまで含めて広い意味で使ってると、読んでもいいだろうと思いますけども、演劇の回すべてと、その可能性は、そこに損している。要するに、そのスペクタテル、観客としての、見物人としての、大文字の他、まあその観点から見ることによって初めてこの演劇の回とその演劇の回の可能性は、まあ、演劇の回がまあ可能になるのだ。でしかるにその脅迫神経症者は、いかなる座を彼は占めているのかを知らない。要するに脅迫神経症者は実はこの座から、S1 の座から、見てるのだということを知らないわけですね。自分自身で知らない。この長自我は、ですから自我理想でもあるわけで、で、ここからですから、その、エツセヨという命令を、が発せられると。で、それに従って、このエスドゥとピッターの競い合いの、あるいはその戦いの、演劇は展開される。で、それをしかし、脅迫神経症者は、この座から見てるわけですね。この座から見てる。観客として。自分自身が、これ、脅迫神経症者の自我ですし、それからこっちの方はアルタエゴなわけで、これ両方とも脅迫神経症者自身なわけですけども、さらに、その自我と、プティトートが、そのイマジネールな関係において展開している、演技を、脅迫神経症者はこの、自我理想の座から、自ら見てるわけです。そしてこの座がにおいて、この座はしかし死せる父親の死んだ父親の座でもあるわけですね。そういう意味であたかも死んでいるかのように演技する役者ということをラカンは最初言ってましたけども、これはこの座は死せる死んだ父親の座でもある。で、この座に位置しているということが、その脅迫神経症者において無意識的であるものであると。で彼はなすこと、脅迫神経症者はなすことを、アリバイ工作の目的でなしている。でそのことを彼は垣間見ること、彼自身垣間見ることができる。彼は演技が演ぜられているのは彼が存在するところにおいてではないということをよく分かっている。要するにこの演技が演ぜられているこの次元は
彼の存在の場所においてではないですね。でそれがゆえに起こることは、ここにこの次元で起こることは、強迫神経症者自身にとっては本当の重要さを持ってはいないと。でしかし、強迫神経症者はどこから彼はその事態を全てを見、その事態の全てを見ているのかということを知ってるわけではない。要するにここから見てるのだということをに気がついてはいない。でそして詰まるところ、その演劇全体を、導いているのは、始まりから終わりまで演劇全体を導いているのは誰なのか、それは誰なのかって、この、グラントーとかなわけですけども、エスザンとしての、シニフィアンメートとしてのグラントーとかですが、この演劇を導いているのは誰なのかということも、まあ、強迫神経症者は気がついていない。そういうことをラカンは言っています。まあ、強迫神経症に関する言ってみれば一般論としてですね、強迫神経症の構造として、そう言っています。はい。で、まあ、ちょっと時間が過ぎちゃいましたから、今日はここまでにしておきましょう。ではじゃあ質問のある方はご自分のマイクとカメラをオンにして質問してください。どうぞ。